あれこれ吐いてばらまかないと寝られやしない、やりきれないけどたぶんぶちまけないと着弁としない、一生通して心臓を投げ合って絶世のブラドがこの街の夜のモラリティなんだ。すべてなのという症状に気まぐれな道場だとかサードカルチャーが着弾する、会いに行くの予報ですが本日東京一帯の空には青警報級のワールダック組が降るようです。白昼道路駅のホームではたくさんもの現実感が彼の背中を背もらい蹴落としてる、人一人の命がエンタメのようにさあ織り込みチラシみたいに消しカスとなっての非コンテンツの犠牲となる、さあ喧嘩しようぜ喧嘩しようぜ、リフレーションしたいでミサイルをぶっ放して、さあ喧嘩しようぜ喧嘩しようぜ、正当性なんて後でテープでくっつけろ、僕の見えない何かを欲していた、何万回バカの一つ覚えのように後悔をすんのがこの街の面白いところなんだ。一体どうして未来図って間に合うもんには最重要な術の動線設計がなされてないんだよ、だから人は野蛮な狂気を振るうし、それは至極当然の通り、バグまみれの人類の電波はいつ終わる、さあ喧嘩しようぜ喧嘩しようぜ、センセーションなんかを爆弾でぶち込んで、さあ喧嘩しようぜ喧嘩しようぜ、一切合体をからくり捨てていこうぜ、失うもんはもうないさ、愛される身分でもないな、修正によろんでいたしかない防衛戦、幼さとかいう少女もだらあくまで固執する僕ら、荘園をいぶした登場なんか不敬な衝動前だ、一生ブラフォードスカイさ、被害者ずらしてバカ騒ぎしようぜ、ラッパーの分際でバカ騒ぎしようぜ、バカ騒ぎしようぜ。